話し始めるには、外国に旅行して目的地への行き方がわからなかったら尋ねる必要がありますよね。それでは誰がどこで何をどうやってなどの質問の仕方を学びましょう。はっきり聞く取れなかった場合や理解できなかった場合はこう聞きましょう。何ですか。オッケー。オッケー。 次はこれです。誰が quem? q u さあ、便利な代名詞を覚えましょう。これで自己紹介をするときや友達の話をするときに使えますよね。まずは第一人称です。私そして次は第二人称、単数形ですね。あなた 第一人称複数形は私たち「nos, nos. そして第二人称あなたの複数形はあなたたち「vocês」「vocês」第三人称なら彼もしくは彼女「Ele, ela, o, a. そして彼ら彼女ら「eles」 エラス、オス、アーズ。全員ならどうでしょうみんな。トドゥーズ、トドゥーズ。それか、誰でもない。人間、人間。時間について少し話しましょう。これは後でも出てきますよ。 最初の単語は、「いつ?」quando? いつの問いには、いろんな答え方が存在します。もし正確な時間がわからなければ、他のことに比較した言い方ができますね。旅行の前とか、食後とかです。では、まずは、前。 アンチーズアンチーズそしてその後はあとデポイズデポイズいつと聞いてきた人の何人かは今すぐと答えてほしい人もいます今アゴラでも中にはいつまで経ってもやらない人もいますよねあとで Mais tarde. Mais tarde. 今すぐじゃないいいなならいついつになるのすぐなのかしらそれとも後ほどなのかしらすぐ Mais Mais それとも後ほど「まいスタッジまいスタッジ」。 もう少し複雑な表現を学びましょうかまだですあいんだなおあいんだなお辛抱強くなければこう言ってしまいますね今すぐでなければ嫌そして文句を言う人はこう言うでしょうこんにゃろういつもこうだいつもセンプリ <Sempre. S 2> その逆なら、決して。ない。農家。農家。休んでいいですか。少しだけ。すぐ戻ってきます。少しだけ。他にも質問するときに、便利な単語があります。私、どうかしら。どう。かも。かも。 どうして夏はあんなに暑いのだろうどうしてポッケーポッケーどうしてと質問したら説明を期待しますよね説明はだいたいこう始まりますなぜならポッケーポッケーどこですかは旅行者にとってとても大切な言葉です博物館はどこですか レストランはどこですか。どこですか。オンジー。時間と同じように、場所も他のものに比較して、どこにあるかを説明するといいですね。塔の後ろ、ろ博物館の前。前。インフレンチア。インフレンチア。逆は後ろ。 探すに探したげく、なんと目の前にありましたここですよ GPS と違って人間は大雑把な説明をしますここにあるよいやあっちに来なよなどここにあってもあっちにあっても最後には見つかりますけどねここアキアキもしくは あっち、あちららら大都市に訪れる人々は街全体が見渡せる高いビルに登ろうとしますでも私たちがビルに登った時には周りが雲で覆われていて何も見えませんでしたなので下に降りましたまずは上パラシーマ,パラシーマそして次に下 パラ賠償。パラ賠償。その博物館は外側から見事でした。でも内側からは大したことありませんでした。内側。デントゥル。デントゥル。逆は外側。ファール。ファール。テーブルの上にあるのは何ですか。そして下には何を隠しているのですか。の。 上に、上に、そしての下に、下に。さらに質問したいときに便利な言葉を紹介しましょう。例えばショッピングに行ったときに店員の人がこう聞いてくるかもしれないですね。どっちですか？どちらのでしょうか？かお、wow. クワウ。クワウ。それでは店員さんを困らせてあげましょう。これいや、あれいや、向こうのがいい。もうすぐ後でわかりやすいように色の勉強をしますが。今はとりあえず、これ。そして、あれ。アキリ。 「あきえへん」そして複数形やっぱりこれらが欲しいなこれら「あきえりす」アケラス「あきえりす」アケラス「あきえりす」